熊倉和夫、俳優、そして声優、ヒッチコック劇場でヒッチコック監督の声を担当、物知り博士、ひょっこりひょうたん島、バクさんのカバンなど NHK の子供番組でも活躍し、アニメゲゲゲの鬼太郎の主題歌もヒットさせた元祖マルチ声優。今回は熊倉和夫さんの生涯を振り返る後編です。このテアトルエコーに関してはね、もう亡くなるまでずっと、まあ、身命を賭してといいますかね、もう命がけでこう活動していたような感じの熊倉さんですよ、ね。後年は代表になって支えていったというね、それから山田康夫さんとかその他大勢の声優さんたちを引きずり込んだというのも熊倉さんらしいですしね、そのぐらいもこのテアトルエコーには欠けていた。 そこに昭和31年に入るわけでございますね。このテアトルエコーね、出身というかな、ここに所属していた声優さん非常に多いですよね。有名な声優さん非常に多い、まあ、声優マニアの方はご存知でしょうけどもね。さあ、そしてその翌年昭和32年テレビの TBS のですね、まあ、当時 KR って言いましたけども、海賊船サルタナというアメリカのドラマかな、外国ドラマ、こちらがですね始まります。当時でいうとアテレコって言いましてね、要するにフィルムの人物に合わせて声を当てるから、まあ、アテレコって言っていたと思うんですけれども、そのこの海賊船サルタナで初のアテレコを挑戦します。ちなみにこの海賊船サルタナの主役のサルタナ役が勝田久志さんでございますね。今回、非常に参考にさせていただいている昭和声優列伝という本を表したその勝田久志さん、鉄腕アトムのお茶の水博士でございますね。その方もがその方がサルタナ役だったと。ちなみに勝田さんとの共演はこれが初めてではなくて、その前に劇団時代というかな、演劇の方、舞台の方でもうすでに共演の経験はございますけれどもね、まあ、テレビというかアテレコではこれが初共演ということにもなりますね。何しろアテレコ初挑戦でございますからね、海賊船サルタナ。そして日本テレビでかのヒッチコック劇場が始まるわけですよ、ね。もう私より年上の世代の方にはね、熊倉和夫さんといえばヒッチコック劇場っていう人が非常に多いんじゃないかなと思うわけですね。ヒッチコック劇場、あの福々しいと言いますかね、まん丸とした丸々としたビアダルのようなあのヒッチコック監督が冒頭出てきてですね、まあいろいろ冒頭の挨拶っていうか、まあなんだ、ちょっとしたトークを繰り広げる、その声を当てていたのが、ヒッチコックさんの声を当てていたのが熊倉和夫さんでね、当時からこれがもう大好評で、まるで本当のヒッチコック監督みたいだみたいなね、そんな感じで、まあ当の熊倉さんご自身もね、割とこう丸型の体型をされていたからハマったのかもしれませんけどもね。この日華提供のヒッチコック劇場、始まった当初は日本語はなかったらしいんです。なんか英語を流してそれに、まあ、字幕を入れていたって感じだったらしいんですけどもね。初期の外国ドラマっていうのはそういうのが多かったみたいなんですけれども、で途中から6、7回放送してからって書いてありますけれども、まあ、熊倉さんがヒッチコック監督の声を当てるようになったということらしいですけれどもね。まあそのヒッチコック監督の声、これはもう熊倉さんの代表作でございますね。大平徹さんのスーパーマンみたいなもんでございますね。さあ引き続きポパイ、これでアニメ初挑戦でございますね。ポパイ、これはもう我々の世代も知っている、何度も何度も繰り返し放送されてましたからね。一番最初のポパイっていうのは日曜日夜7時半ですか、 TBS のあの藤谷提供の枠でやっていたね、あのポパイで、で、ポパイでブルートの役をやってましたね。ブルートの役で、ブルートっつうと私ね、もうブルートって思い出した瞬間にあの音楽が蘇るんですよね。ブルートのテーマみたいなのありましたよね。バーン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 って、この音楽はいちいち思い出されて仕方ないんですけどもね。ブルート、そのブルートね。さらに NHK で物知り博士が始まります。これはね、あのケペル先生、
もう我々以上の世代にはトラウマとなっているあの不気味なケペル先生、人形でありながら手だけ普通に動くというね、手だけ人間の手というあの気持ち悪さのあのケペル先生の声をやっていたのがやっぱり熊倉和夫さんだったんですね。ケペル先生こんにちはだっけ、なんかそんな歌でやってましたけどもね。ちなみにケペル先生の相手役の女の子がね、もうこの時代の女の子の代表的な存在だった上原ゆかりさんでしたね。マーブルチョコの CM で有名だったあの上原ゆかりさんでございますね。さあ、その物知り博士も長い間続いてましたけども、そうこうするうちにやはり NHK でひょっこりひょうたん島が始まりますね。ひょっこりひょうたん島、このひょっこりひょうたん島ではトラヒゲの役やってました。もうひょうたん島の中で中心的な人物って何人もいましたが、まあその中の代表的な一人のトラヒゲ、言ってみれば主役に非常に近い位置の存在ですね。非常に出番の多かったトラヒゲ役をやっておりました。これでまあ人形劇の声もや担当と、まあその前にもあったかもしれませんけど、有名なところではね、ケペル先生でも人形といえば人形だけどね、これでまあ人形劇の人形を演じるね。さらに昭和40年代に入って TBS のスーパージェッターというアニメですね、今で言うとアニメ、まあ、当時テレビ漫画と言いましたけれども、そちらで西郷長官の役をやっていましたね。これで、国産アニメの初かな、初めて国産アニメの、その前にも早くではあったかもしれませんけれども、まあ、国産のアニメの、まあ、本格的な役としては多分これが初めてなのかなと思いますけれども、まあ、その西郷長官役を やりましたね。西郷長官、まあ、ジェッター君の良き相談相手というかね、ジェッター君は未来から来た少年でしたけれども、まあ、現代でそのジェッター君を歓迎するというか、ジェッター君のいろいろ手助けをしてあげる、科学長だったっけな、科学長の長官かなんか、西郷長官ね、やっておりました。そして昭和43年になりまして、あのゲゲゲの鬼太郎の主題歌を歌うことになるんですよね。テンテルルーン、テルルルーン。ね。この東京演劇アカデミー楽劇科というところを出ていた熊倉さん。ね。なかなかその素養を生かす機会がなかったんですけども、この昭和43年になって、人気アニメのゲゲゲの鬼太郎の主題歌を担当することになったんですね。まあ、ご本人が言うところでは、まあ、泉拓さんがなんかお友達だったらしいんですよね。作曲家の泉拓さんがお友達で、こんなのがあるけど歌わないかみたいな感じの話だったらしいです。で、ご本人歌は好きですから、ぜひっていうことで実現したものですね。だから、実は吹き込んだ時っていうのは、まだテレビが始まってない時で、これ、鬼太郎はまあ当時週刊少年マガジンに連載されていたわけですね。墓場の鬼太郎という題名で週刊少年マガジンに連載されていて、でそのマガジンの企画でレコードを作って、でその中に、まあ、その漫画の主題歌としていくつも曲を作ってるんです。それを収録してるんですね、まあ、巨人の星とかタイガーマスクとかそういうものの主題歌が作られて、アニメではなくね、その漫画の主題歌が作られて、で鬼太郎の主題歌もそのレコードに LP に入れられていたわけです。で、まあ、そこからシングルカットもされてますけどもね。でそれはこの放送が始まる前だったんですが、アニメ化された際に主題歌はそれでいこうってことになったらしくて、そのまんまそれが主題歌として使われたんですね。まあおそらく泉拓さんの意向だったんだろうと思いますけれども、まあそうしたらばこれ大ヒットするわけですよ、この歌がね。おそらくね、お化けには学校も試験も何もないとかそういう部分がね、当時の学生とか大人にも受けたんじゃないかと思うんですよ。後のあのたい焼きくん的なノリでね、サラリーマンとか学生なんかにも受けたんじゃないかなと。だからこの歌ね、熊倉さんが歌ったレコードも大ヒットして10万枚以上売れて、何十万枚も売れたらしいんですけど、それ以外にもね、いろんな人がカバーしてるんですよ。確かフォーククルセダーズも出したし、それから転覆トリオなんかも出したりね、まあ、いろんな人が歌ってるいう、そういう歌なんですよね。そのぐらい社会的なヒットって言っていいぐらいのヒットをしたんです。これでようやくっていうかな、このここで歌やダンスを学んだというね、写譜もできるという、楽譜も読めるという、その素養がようやく生かされたというか、もうようやく花開いたんですね。
で、昭和40年代中期に入りますと、こう私がよく覚えているのでは徳谷登場がありました。徳谷登場、徳谷さんがいっぱい出てくる番組でね。そしてその熊倉さんが何をやっていたかというと、その徳谷さんがどんな驚くべき人なのかっていうことを紹介するね、まず最初に徳谷さんが出てくるんですよ。で、その徳谷さんを映しながら熊倉さんがこの人はこんな人なんですっていうことを案内するんです、ナレーションするんですけど、そのねナレーション節が非常に面白くてね、こんの方はとかそんな感じで言うんですね。こんの方はそんな感じでやってる。この方はなんとかかんとかのお寺の住職さんで、そこにいるお菊人形という人形は髪の毛が伸びるんだそうです、おー怖っとか、そんな感じのねナレーションをやっていたわけですよ。その私なんかからすると、その徳谷登場のナレーションが子供の頃の熊倉さんの一番の記憶ですかね。鬼太郎のまあ歌ももちろんそうなんですけど、それよりはこっちの方がちょっと印象が強いですかね。だから普通の大人の番組のナレーションでも活躍されていた。で、非常に活動範囲が非常に広い方なんですが、なかなかね、姿出しでの活躍っていうのはあんまりなかった。もちろん俳優さんでもあるわけでね、こう劇団で実際に舞台で俳優しているわけですけれども、テレビで姿出しで印象に残る仕事っていうのはそんなになかったんですよね。まあ、私が覚えてるのでは、漫画祭りだ60分っていう、東京12チャンネルでね、懐かしアニメを放送する昭和50年だ、51年だったかな。その頃の、まあ、特別番組でね、顔出しで漫画祭りだ60分ってやっていたのが、まあ、記憶に残ってるくらいで、あんまり顔出しはしてなかったんですが、昭和55年ですね。バクさんのカバンっていうのは NHK 教育テレビで始まるんですね。テンテレレーン、テレレレーン。ね、バクさんのカバン。バク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 っていう、ね、これ、この番組が始まるっていうね、なんだろう、番宣予告みたいのがあったんですけど、それ見た時に私もね、あ、熊倉さんが姿出しでやるって珍しいなって、ちょっと思ったですね。そういう記憶があります。そういう番宣予告ありましたね。多分その放送が始まる前の週だと思うんだけどもね。で、ああこんなの始まるんだみたいな感じでね。バクさんのカバンってどんな内容かっつうと、バクさんっていうのは熊倉さんなんですよね、もちろん。で、熊倉さんがカバンを持ってる。でもそのカバンって手でな、ね、普通に持てるハンドバッグみたいなカバンではなくて、なんだろう、トランクっていうかスーツケースみたいな、ちょっと大きいカバンなんですよね。もっと大きいか、旅行カバンよりも大きいくらいのカバン、まあ、大きい旅行カバンぐらいの、で、さらに厚みもあるっていうね、ものすごい大きいカバンなんですよ。バクさんのカバン。で、そのカバンにはいろんなもんが入っていてっていうお話で、まあ、言ってみればドラえもん的なね、ドラえもんパクったんじゃねえか的な、そういうものなんですけどもね。で、まあ、教育テレビですから、子供たちに言葉とか、それから、まあ、数の概念とかね、そういうものをね、とっつきやすくこう、教えてくれるという番組でございました。で、そこでバクさん、熊倉さんがね、あの声でバク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 っていうのが、まあちょっと子供受けしてたんじゃないかなと思います。だから結構長かったです。7年ぐらい続いた番組ですよね。それで、まあ熊倉さんのお姿も、まあ、だいぶ認知されるようになったね、声と姿が一致するようになってしまったということですね。まあだからそういう仕事もだいぶもう声優の仕事として、やってきて、そろそろいいかなって感じだったのかもしれませんね。その前はあんまり声優としてね、活躍してるから、姿見せて、こんな人がこんな声なんだみたいな、見せないようにしてたのかもしれない、もしかしたらもね。ここに来てようやく顔と姿と声が一致するようになったということでございますね。それ以後、平成に入ってからの熊倉さんっていうのは、まあ、バリバリ仕事もなさっていたでしょうけどね、それは劇団の方で、まあ、表向きには、むしろこう表彰される立場になっていくんですね。平成3年、紫綬褒章受章。そして平成10年、勲4等旭日小綬章を堂々と受章なさるわけでございます。このアニメ声優、ポパイとか、ポパイのブルートとかね、スーパージェッターとか、そういうアニメ声優、それからひょうたん島の虎ひげとか、
まあどちらかというと悪役も結構やっていたというそういう声優さんがね勲四等をいただくというそういう風に認められていったという世の中がねそういう話でございます。そして平成27年10月12日満88歳にてお亡くなりになったと、まあ癌だと伝わりますけれどもね、満88歳でお亡くなりになった、まあ米寿でございますか、88歳米寿でございますね、まあ米寿を迎えてお亡くなりになったということでございますね。熊倉和夫さん結局ねその生涯を通して一番力を入れて取り組んでいらしたのがこのテアトルエコーでの活動だと思いますけれども、これはどういう劇団かというと喜劇の劇団でございますね。我々は喜劇の劇団ですというふうに強く訴えているそういうところでございます。だから熊倉さんは喜劇というものを非常に大事にしていたと同時にですね、その根本ご自身の芸能活動の根本となっていたこの楽劇ミュージカルというものも非常に強く志向されていたんじゃないかなと思いますよ。だからこのテアトルエコーっていうのは喜劇であるけれどもそのミュージカル志向というのも結構強くてね、まあ、井上久志さんなんかも輩出したところでございますけれどもね、だから喜劇の色が強い非常に喜劇を大きく扱っているそういう劇団でありますが、同時にやっぱり熊倉さんご自身のそういう意向もあったんでしょうけれども楽劇ミュージカル的な色合いも強く追求していた、そんな風に思いますね。まあ、熊倉さんのテレビだけ見たところではねそういうところは見えないわけでございますけども、本当にやりたかったことっていうのはこのテアトルエコーでの活動、つまり演劇、しかも演劇でありながら音楽も取り入れているというね、そういう楽劇的なことというものだったのでしょうと思われますね。